元気くん元気くんせーのどうもおまみです。かっちゃんです。みちゃみです。みちゃみです。イエー、本日の企画はですね、はい、実際韓国人留学生が日本人女性に対してどう思っているのか、そして日本に来てどう変わったのか、それをちょっと今日は聞いてみたいと思います。それでは早速行ってみよう。はい、ということで、はい、じゃあまず日本に来る前は日本人女性に対してどういうイメージがありました？来る前のはね、ドラマとか映画見てたから、はいはい、それだけですよ。AV 正直まあそれも、はい、それもいろいろ見たけど、はいはい、それだけ見れば優しくて、可愛くて、まあ、いいことばっかりだけど、で今は今日本に来て、はい、まあそれもあんまり変わったことないけど、はいはい、やっぱ優しい優しい優しい、やっぱり優しい、優しくって、はい、なんかリアクションが結構多い。まあそれ本当にね、それはたくさんいます、うん、大きくリアクション取ったり、普通にこうやって言ってもとかうわーとか、じゃあもし韓国人女性だったら、あかな本当にこう、すまないこと言ったっけ、俺すまないこと言ったっけみたいなことなんで、そうですです。あと多分僕的にも今言った通り、日本人女性は優しいっていうイメージの理由の一つが、多分別に面白くないこと言っても笑ってくれる、まあ、それですよ、ですよね、それです。多分ご飯とかでもあんまり美味しくなくても美味しいっていう、めっちゃうまい。そう、でも韓国の人はつまんない、正直言うから、まずいよ、表情か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 ら見える。それご飯とかあるじゃないですか、日本だったらそれであんま調味料とか入れないけど、まずかったらなんか自分の味に従うっていう。じゃあちなみにジュノー君は来るならどんなイメージですか？僕もAV とか、はいはい、ああ正直ね、若い若いですよね。それを見て、はいはい、ちょっとそういうイメージだと思ったんです、最初は。はいはい、ちょっと占ってエッチな、それもそうだし、はいはい、周りの人がユンに旅行に行って、あ、日本人女性と出会った、うん、とかもいろんなストーリーを聞いて、日本の女性は韓国人にちょっと韓国人好きな人ですよ。あ、まあ、韓国人ちょっと優しかったね、ブレンド、うん、韓国人ってブランドを好きな女性が多いと思ったけど、もう今は来てみてどうですか？その旅行に行った友達がもう全然イケメンだったから。でも正直多分、まあ、今の話言ってくれた通り、やっぱり日本人女性は韓国人ブランドっていうことで、多分韓国人にすぐついていっちゃう、正直、うんうん、そういうイメージがありますね。だから韓国人もやっぱちょっとチャラいとか思ってしまう、そういうイメージがついてしまう。なんかやっぱ K-POP が好きだったりとか、なんかそういうのがあるから、それが韓国にも回ってちょっと軽いんじゃないか、すぐなんかそういうことできるんじゃないかって思ってしまう。じゃあ実際に会ってみて、日本人の女性と会ってみて、はいはい、どうでした？なんか、あ、こういう韓国人にないな、日本人ってなんかこういうとこあるなみたいな。そうやって韓国だったら、例えば女の子と男、まあ、デートとか出会うとき、はいはい、まあ、ご飯食べたとき、ご飯食べるときもあるじゃないですか、はい、なんかサムギョプサルとか、はい、肉を焼くとき、はい、韓国だったら全部男が男からやりますよね。はいはいはい、はい、でも日本はそれやってくる、びっくりした。女性が先にやってくれる、私がやる、うん、確かにそれはあるわ。ちょっと野菜とかも盛り付けとかも、あ、それ基本なんか女性が言う、なんか先にやる、でやんなかったらダメみたいな、そういうなんか暗黙のルールみたいなのがありますよね。それにでも優しい男性、僕みたいに優しい男性はおいおいやります。僕から全部、そうなんだ。なんかあります？正直会ってなんかちょっとびっくりしたのは、はい、連絡ですよね。ああ、今とか、はい、その時韓国人だったら仕事中にもずっと携帯持って、仕事中だからちょっと騙してねって言っても、あ、ちょっとずっと時間あったら連絡できない、あ、できるじゃん、できるんじゃないって言われるけど、日本人女性はあんまりそういう話もしないし、そうそうそう、確かに連絡は全然違うかもしれないですね。僕はもし彼女がいたら、はいはい、1時間以内に帰ってくればいいなんですよ。で、1時間過ぎたら僕はもう怒鳴ります。じゃあめちゃくちゃ、もしめちゃくちゃ、うん、本当に忙しくて、うん、全然携帯触れなかった1時間以上、そんな人いません。だって、1時間のうちに1分は厳しいな。1時間のうちに1分は触れる。俺、1時間に50回される。確かに、そうそうそう、だからそこでなんかやっぱ違うと思う。なんか例えば韓国人女性に、じ
ゃあ今友達ここ行ってるよって写真送ったり、うん、友達とのセルカを送ったりとかするんですけど、日本はそういうのあんまりしないじゃないですか。ないですね、ここにいるよとか、はいはい、共有をしないというか私生活とか。確かに確かに。そうそう、そういうのがやっぱ違いがあるのかなと思います。やっぱ韓国の人ってなんかわかんないですけど、ご飯食べに行った、それも彼女も送ったりするし、うん、何を食べた、何を食べた、でどこどこに行った、そこまで、だってそこまでする。いやだけど本当好きだったら自分の私生活を彼女と共有したいんですよ。まあ多分。だから韓国の人たちは共有するし。ちなみにそのデートの仕方とは違う、その愛情表現。逆に僕はそれは韓国の方がいいと思います。愛情表現は韓国の方がいい。それはどういう意味？例えば一緒に歩いていたら韓国人ならこう韓国語するよね。これこれこれってな。日本人女性は友達と一緒にいる感じだね。見る目を気にする感じ。あ、そうだね。だから日本の文化的にそうじゃないですか。日本人って何か人種、うん、人種というか、あの恋愛をあんまり人に見せたくない、してるところ、そこにヌンチが出る。でも逆に韓国の人は恋愛にヌンチがないけど他にヌンチが多い。どこでも、でもそういう他でヌンチが多い。ボスのとか、そう。でも恋愛にはヌンチがなくなる。うん、それは愛だから。愛は認知が遅そうじゃん。え、じゃあお二人方は道で習得するんですか？いや、補習はしますよ。いや、補習はしますよ。できる、できる。それが俺の愛情表現。あ、なるほど。じゃあズバリ最後いいですか、ちょっと。日本人女性はチャラいと思いますか？正直。正直それが一番聞きたかった。ここのために6分ぐらい使ってるから前使って。正直言えば韓国より日本の方が、日本の女性の方がもっと手番じゃん。うん、開放的、開放的、そう思う。まあいろんな意味で開放的ですね、うん、洋服とかもそうだし、うん、遊び方もそうだし、全然逆なイメージ違うと思います。どう思いますか？僕は人に言うんですよ。人に言うけど、韓国人よりは言った通り外交的だし、まあ、ホテルがちょっと韓国よりちょっと基準が安い、基準は日本人がやっぱり低いのかな。というか多分それは韓国ブランドって多分強いのかな。ジェントルマンだったり優しいとかってそういうイメージがあるから、あ、韓国男性いいなと思う人が多いと思う。だからアイドルも来てるし、うん、いろんな崇拝というか崇拝するところが多分多いから、そうそうそう、そうやってイメージついちゃうんだけど、まあ、中にはすごい本当に危ない韓国人の人もいるので、いるから、いますよね。え、いるんじゃないの？こっちやってね。どこかどっかにいるので、本当にいるから、それなんか引っかからずに、そう、本当に気をつけてください。ついていかずにしていただけたら気をつけてください。韓国남자를좋아하는일본여자가고싶은거있어요？요즘한국드라마가유행하면서 한국남자이미지가조금좋아졌다라고생각하는거죠。아이돌이나생각할수있는데그것만보고한국남자를너무높게평가하지말고만약에사귈수있는기회가생긴다면그드라마나아이돌제외해놓고조금더본기에그진심으로다가가서행동을해줬으면좀더좋겠다는생각이아이돌이랑드라마때문에평가를받네。원래는현실적으로생각하고응다제외하고드라마나아이돌뭐사람이랑사람사람이랑사람솔직히뭐이미지가그렇게되잖아요。그뭐드라마나아이돌때문에진짜그런그렇게생각하는남자있나요주변에？어주변에도되게많죠。오일본여자들은한국인을좋아한다나는그인식이되게강해가지고여행으로가벼운마음으로일본에와서나일본여자는잘거야일본여자는놀거야라고생각하시는분들이굉장히많아요。근데이제간단하게본인지와인사도안되면서무조건같이놀자。근데여기서중요한거는그일본여자분들은 BTS 랑뭐세븐틴이런아이돌을좋아하는분들이어서배우랑일반인들이그렇게들이댄다고다좋아하지는않아요그건맞긴하죠。네、그거를아기용해가지고해보려고하는부분들이많아요。너무그런인식만가지고일본에오지마시고。그러니까아이돌이라뭐드라마를제외하고사람이나사람으로서들이대면돼。일본같은것도조금남자친구든남자든여자든。네네。아오늘정말감사합니다。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 사이버일본인도한국여자도어떻게했습니까？これ一緒と思うけど、せーのって、せーのって言う。せーの、日本。
と高評価よろしくね。ワンちゃんチョア。アンニョン。感謝感謝。ワンちゃんチョア。アンニョン。날라간다